はい、じゃあ早速みんなの就活の状況に移っていこうかなって思うんだけど、え、就活の時間なんて言ってんの？ちなみに僕はそうですね、私事なんですけど、どうもこんにちは、仙台リーメンバー就活生の大塚紀穂です。今回の企画は就活生座談会というものなんですけど、先月3月編ということで就活解禁直後のこの仙台リーメンバー4人の就活状況だったり悩みや不安をお伝えしたと思うんですけれども、結構大好評でしてね、皆さんコメント欄でも共感していただいてありがとうございます。ってことで今日撮影してるのが4月1日なんですけれども、はいはい、あ、4年生になりましたね。あ、なった。みんな1ヶ月経ってどうなったかなっていうところをね、お伝えしていこうかなって思います。はい、はい、ってことでじゃあ順番に自己紹介をしていきたいんですけど、じゃあ星くんからお願いします。はい、専修大学4年生の星かけるです。仏教大学3年生の高橋鈴香です。違う違う、4月だから4年生で。3年生です。3年生？はい、あ、後々。日本大学4年の宮下優香です。はい、じゃあ早速みんなの就活の状況に移っていこうかなって思うんだけど、優香ちゃんから行こうか。確かに、はい、私は内定1個もらいました。すごい頑張ったもんね。やった。でもあの内定もらって手伝ってくれた先輩とか友達とか、うん、家族が喜んでくれたっていうのは、うん、すごい嬉しかった。じゃあキー。はい、私も結論から言うと内定を2社もらいました。1ヶ月って長いね。長い、早いより長いですね。先月の動画で最終面接が控えてるみたいな話をしたんだけど、まあ、3社中2社最終面接あって、でそこをいただいたという形です。本当にいやすごいっす。嬉しいです。次欲しい。はい、じゃ僕は結論から言いますと相手ゼロですね。あ、ちょっと何別に良くない？全然大丈夫ですけど、本当に大丈夫だけど、なんかね、ちょっと気まずいんですよ、この人たち。なんで僕はまだやってなくて、逆にエントリーシートをこの前0社しか出してないみたいな話を話したんですけど、焦ってこの2人のせいで20社ぐらい多分説明会で行ったりとか出したりしてて、まあいろいろ先行してるって感じですね。はい、じゃあ最後鈴は。そうですね、私事なんですけど、計画することを自分の中で決めまして、まあ、でも就活はお休みするわけではないです。でもエントリーはまだ0社ですという感じですね。実際何社ぐらいエントリーしたの？私は20社ぐらいエントリーして面接で結構ボロボロ落ちて。どういう業界見てたの？私は IT を使った業界を見てます。私はエントリー数は30ぐらいあって、すごいね。結構内定いただく連絡がもう遅かったっていうのもあって、3月ギリギリまで出してたので、まあ、そういうのもあって結局30ぐらいは出してたかなって。それで何社ぐらい通過して何社ぐらい？どうだろうな。落ちたの？落ちてる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 落ちてますよ、落ちてます。どういうとこ落ちるの？まずメーカーを見ていて、私 IT とかもそれこそここら辺のメンバーがみんな IT 結構出してるじゃん、だから出してみようかなって思って出すんだけど、やっぱり興味がないと身が入らないというか、面接でもなんか熱が伝わらないんだよね。やっぱり行きたい企業を見つけるっていうのはすごい大事だなっていうのはすごい思った。確かもう何社ぐらいエントリーしたの？僕今エントリーしようと思ってるの含めて20社で、今エントリー出したところで言ったら10社ぐらいですかね。てか星君はまずエンジニア志望だよね。一応エンジニア志望なんですけれども、別にエンジニアじゃなくても将来やりたいことがあって、それに近づければ別に何でもよくて、ただ一応エンジニアのところはほぼ7、8割ぐらい落とされてる。僕はでも ES はすごい落とされてたんですけど、反省してさすがにちょっと見てもらうようにしたんですよ、先輩だったりとか OBOG 訪問の人に見てもらったら通った。この前1個だけ、まあまあエンジニアでまあまあ行きたかったところを、結構まあ結構ですね、結構行きたいところを通って、2次コーディングテストなんでそれ通んなきゃいけないんですけど、楽しいですね。で結構行きたいところがあって、そこエンジニアで応募して ES 通ったんです。初めて通ったのがそこなの？そう、初めて ES。 おー、すごいじゃん。それは一応友達に見てもらって、え、お前この経験入れたのバカだよって言われたりとか書いてもらったんです。それを送ったらいけたから、
おおと思って。私落ちたからね、そこ。あ、そうなんですか。同じから受けてて、落ちたんでね。まあ、星くんに頑張ってもらってね。いや、ぜひぜひぜひ、はい、頑張ります。そうね、私はさっきも言ったようにゼロ社です。でもなんかエントリー出したいなって思ってた企業2社あって、結構興味あるので今後エントリーしてみようかなって思ってます。状況をみんなで共有したところで、はい、インスタで私たちよくストーリーでね、悩みとか質問募集してるんですけど、インスタのコメントとかだと、面接前めっちゃ緊張してますとか、なんか面接で噛んじゃいましたどうしようみたいな、結構やっぱ不安だったり焦りみたいなコメントをいただいて、で私たち自身も結構やっぱさ、面接前とかめっちゃ緊張するじゃん。ありえん緊張する。ありえん緊張するね。面接前どんな感じだった？緊張してた、ゆかちゃん。やっぱりそう、面接前、オフィスで受けたんだけど、電車が遅延して、ちょっとギリギリになっちゃったんですよ。10分前にオフィスに着いて、焦りで緊張はなかったですね。あ、逆に、うん、面接前準備とかめっちゃする？めっちゃしてた。電車でずっと原稿読んでた。それ原稿いつ作ったの？原稿は、結構1週間ぐらい前に作った。質問とか想定して全部対応してくる。えらいね。スキーが面接前と思った。私面接前は緊張してたよ。え、てかさ、対面だったよね。そう、初めての最終面接が対面で。あ、そっか。で、なんか会場着いたら人事の方がいて、昨日大塚さん緊張してるねみたいな言われて。そんな感じで言ってくれるのいいね、めっちゃね。そういうちょっと和んだ感はある。キー面接前どんな準備するの？何もしない。なんか逆に私見ると不安になっちゃう。わかるわ、うん、話すこととかまとめないの？想定質問とか考えない？夜とかにはやるけど、当日直前は見ない。星くんどうしてる、はい、面接前？僕面接前本当にそのスクリプトとかも作らないし、そもそも面接の練習もしたことないから、ほとんど、多分ほとんどしたことなくて、その、でも逆にその代わりあれですよ、自分の自己分析と会社のことを行きたければ行きたいほどめっちゃ調べる。だから本当にホームページも見るし、IR も見るし、友達にも聞くし、お病児訪問もして、知ってる状態で、自分のことも知ってる状態だったら、なんかその面接練習しなくてもさ、マッチするならまあいけるじゃないですか。っていう感じかな。でも私もゆかちゃんと同じタイプでめっちゃ準備してたわ。なんかでも当日に見るは確かになかった。不安になっちゃうから逆に。あ、でも前日になんかどういう質問聞かれたとか全部洗い出してめっちゃ書いてた。あと自分はどういう人間か、まあ、自己分析だよね。その質問に答えながら自己分析していくみたいな感じでめっちゃ準備してたかな。全然関係ないんだけどさ、3つの軸を教えてくださいって時さ、めっちゃド忘れするんだよね俺。わかる。軸教えてくださいって言われて、3つってありますって言ってさ、3つ目出てこないとか。3つ目出てこないの。え、就活の軸なんて言ってんの？ちなみに僕はこの3つができる会社かな、行きたい、行くとしたら。4月から学校が始まるんですよ。あ、ね、じゃあみんなで頑張りましょう。えいえいおー。